はい、皆様こんばんは、カズチューブです。カズチューブ、お前の話を今日いたしますが、昨日神戸でね、日本シリーズが行われまして、まさにこの夢の舞台、神戸に、この日本シリーズという大舞台が、巡ってきたという、まさにこのフィールドオブドリームスという感じではあったんですが、そんな一夜限りのワンナイトゲーム、オリックスは勝つことはできませんでした。ですから第7戦をそこで戦うことはできなかったんだけども、でも本当に25年ぶり、四半世紀ぶりに神戸、グリーンスタジアムに日本シリーズが戻ってきたっていうだけで、なんかこう本当にストーリー、物語がありましたね。で、その裏でやっぱりこういろんな人が動いていたっていう話を、ちょっと木曜日に、もし木曜日のゲームに負けていたらなくなるであろう土曜日の試合に備えて、みんながいろんな準備をしていたという話を、僕は、いたしました。売店の皆さんがショップのグッズを、搬入する、それを並べる、でグランド整備、キーパーの方々が一生懸命この、グランド整備をされている、球団のロッカーや、ちょうどこのスタッフオンリーのエリアをきれいに掃除をしてくださっている方がいる、そしてその日に備えていろんな段取りを仕切るために動いている球団の職員、スタッフがいる、そういうところがあって、思いが通じて一試合だけでしたけども、神戸での日本シリーズ、夢の舞台が叶ったという、ことがありました。でその中で昨日ね、ずっと神戸のにフランチャイズがあった、本拠地としていたオリックスブルーウェーブの時代から、球場の装飾などをやってくださっている業者さんがいるのね、看板屋さんがいるんだ。球場に行くと必ず目に入る、例えばバナー、旗ね、であるとか、装飾系かな、ああいったものはね、昔はずっとやってくださっていた看板屋さんがいるの、もう僕個人的にも、その社長とは懇意にしてもらっていて、もう間違いなく西神戸一の看板屋さんですからね。っていうと、なんでお前さんまず西神戸ってその狭い地域に限定するんですかってよく言われるんですが、世間は広いからね、とりあえず西神戸一だと思っているって言って、神戸一になるように頑張ってねって昔からよく言ってたんですが、その西神戸一の、看板屋さんがね、やっぱり今回もやっぱりその装飾という部分では活躍してくれていたのよ。でそれもあるかないかわからないんで、もうギリギリの発注だったみたいで、そこからねいろんなものを作ったりということをしてくれたんだけども、その中で一つ面白い話が一つだけあります。今回の、日本シリーズ、スポンサーがある、とあるメガバンクでしたね。メガバンク、大きな銀行、もう最大手の銀行ですよね。でちょうどその、看板をセンターから抜いたカメラ、キャッチャーの後ろのところに、映るようなところに設置する。で今の野球場多くは LED であったり、あるいはこの方向幕って言いますか、この、文字盤が回転して看板が変わるなんていうシステムを取ってます。今はほとんど LED かな、もうビジョンの画面みたいな感じになってるんだけども、神戸は普段はそこには某、関西に拠点を、持ちます、大手空調メーカーのオリックスの講演会の、会長してくださってる、方が仕切る会社ね、大なんたら工業、ウルルとなんとかの看板がいつも出てるとこあるじゃない。あそこにそのメガバンクの広告を入れないといけない。でもそこはね LED でも何でもないんで、そうよ、その看板屋さんがそれ用の看板を作るわけよ。でイニングごとにその、文字が変わるのね。でそれは普通ならばその LED であれば、もともとその画像を取り込んで、スイッチ一つで切り替えできるんだけども、そこは LED ではなくて普通にこの、幕を張った看板なのよ。だから、1イニングごとに変わっていく看板を彼はどう対処したか、これが素晴らしかったね。さすが西神戸一の看板屋、下からどん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 上にその文字を重ねていって、1イニングごとにそれを
剥がすのよ。でこのイニングはこの看板で、イニング終わったらまたイニングインターバルにバーッと走っていって、手動でその看板を剥がして、あのシールになっててね、でそれをずっと重ねて、もう7回まででそれが終わったのかな。それが終わって、やっと仕事終わりましたわって言って僕のところにビジョン室に来てくれましたけどもね、そんな裏方さん、いつも使わない野球場なんでそういうこともあるんだというね、ところでいろんな方が、汗を流してあの寒い中ね走り回っていたという、ことがあった、そんな舞台裏もありました。まあ、でもあの凍えるような寒さの中で、応援してくださったファンの皆さん、本当大変だったと思います。本当ありがとうございました。まあ、そんな裏話もちょっとしながら、まあ、いろんな人が球場、野球の試合をする、まあ、そこで、グラウンドで活躍する選手、暴れ回る選手が主役ではあるんだけども、その舞台の袖、あるいは舞台裏で、動き回ってる人は、その何倍何十倍の人が動いて、実は野球の試合ってこう成り立っているぜ、何百倍か、木の外の警備の方々も太平洋の寒い中ずっと立ちっぱなしでね、だからあの一つの野球の興行をするということで動いている方々がどれだけいるかということ、なかなか普段はスポットの当たらないあのお仕事ではあるんだけども、みんなが、一つの興行、試合を、成立させるために動いているということ、その一部が、僕の中の良い看板屋さん、間違いなく腕は、ピカイチ、ガンバ大阪なんかの広告塔なんかも作ってらっしゃるという、まあ、看板だけではなくていろんなものやってますけどもね、西神戸一の看板屋です、もし、ご用命がありましたら、カズチューブを通していただければ、お安く交渉いたしますね、というわけで、そうで月曜日のお題ですよ、月曜のお題はね、まあ、今シーズンを振り返っていくということの中で、今シーズンのベストゲームっていうのを皆さん一つ選んでください。でこれはね、まあ、明日1回で済むかどうか別として、皆様が選んだ今シーズンのオリックスバファローズベストゲーム、これを、募集したいと思います。まあ、明日1日だけではなくて、まあ、何日これで引っ張るかもしれませんが、皆様からのご意見を頂戴したいと思います。まあ、いろんなゲームが思い出されます。もう一度今シーズンを振り返るという意味でもね、皆さんからの、お便り、ご意見をお待ちしたいと思います。ちょっと今シーズン振り返ってみてください。あなたにとっての今シーズンオリックスのベストゲームを教えてください。これが、明日以降のテーマです。今夜も最後までご視聴本当にありがとうございました。明日も教室なんでね、教室から帰ってからの、まあ、そんな、配信になりますが、またよろしくお願いします。今夜も最後までご視聴ありがとうございました。明日は教室、明日も高速道路を使って移動します。明日は高速道路がスムーズに動きますように。この前は名神で工事渋滞、今日は火災渋滞は火災停滞でした。